夏休み子供宇宙相談。この番組では皆様から寄せられた宇宙にまつわる疑問質問に答えていきます。答えるのはいよいよ切羽詰まって宿題を終わらせることより言い訳を考えてるアホです。よろしくどうぞ。寄せられた質問を読み上げるのは霊夢に付き合った結果夏休みの概念がぶっ壊れそうな用務です。皆さんこんにちは。いや別に言い訳なんて考えてないし。嘘つけ、もう夏休み終わりだぜ。鹿児島の学生はそろそろ通学の準備をしてる頃だぜ。鹿児島大学は9月30日まで夏休みだから逃げの体制に入ったな。マリサさんもそろそろ言い訳を考えた方がいいんじゃないですか。は？あと1回で終わるとは思えないくらい残ってますよ。マリサのエンドレスエイトが始まるね。うるせえ、これ霊夢のせいだろ。全然やらせてくれないしさ。やらせてくれないとかいきなり変なこと言わないでよ。そういう意味じゃねえよ。それでは最初の質問です。なんでガガーリンの靴の話はウィキにすら書いてないの？はい、質問ありがとねー。ガガーリンの靴って何のことだ？多分だけど試作した宇宙船に乗り込む時に靴を脱いだことを言ってるんじゃないかな。なんで脱いだんだ？土足禁止なのか？ガガーリンは宇宙船の設計や製造に関わった人たちに靴を脱いで乗り込むことで敬意を示したわけよ。なるほど、それがなんでウィキに書かれてないのかってことか。私は編集者じゃないから宇宙関係の編集をしてる方に連絡を取ったわ。へえ、そんでなんて？今のところ信頼できる出典が見当たらないからってのが現状だね。根拠なしってことなのか？私も随分昔に図書館でちらっと見た程度で質問が来るまで忘れてたくらいだし、一通りネットの海をさまよったけどそれらしい出典元がないんだよね。まあウィキって全て思うらしてるわけじゃないからな。例えばデビアスのページでもサイトホルダーとかの独自ルートのこととかか書いてないし、世界中のデビアス鉱山で採掘されたダイヤモンド原石の選別加工も、これまではイギリスロンドンでやってたのをボツワナ政府の要請でボツワナに移転したことも書いてないからな。あれはボツワナが不景気で失業者が増えてな、困ったボツワナ政府がデビアスに泣きついたことがきっかけなんだけどな。宝石業界のことも全然書かれてないからしょうがないんじゃないか。ほんと、隙あらば宝石語りだよね。だったら出番を増やしてくれ。期待には応えられないわ。次の質問に行きますね。オネアミスの翼というロケット打ち上げ映画の宇宙鏡から見た実際の打ち上げとの相違点、逆によく捉えている点を教えていただきたいです。よろしくお願いします。はい、質問ありがとねー。アルテミスの翼？オネアミスの翼よ、正式には王立宇宙軍オネアミスの翼ね。そういう作品か何かか？エヴァを作ったガイナックスが最初に作った映画だね。へえ、映画か。87年公開の古い映画だし、私が見たのもだいぶ昔だから細かいところは忘れてしまったけどね。昭和時代の作品か。細かいところを挙げるとキリがないから大きい点だけ挙げるとね。現実と違う点は発射シーケンス中の操作だね。どういうことだ？カウントダウンに合わせて管制が操作ボタンを押すのは昔の通りなんだけど、ダイヤルをひねったりレバーを下げたりってことはなく、理想に合わせてアンビリカルケーブルを引くためにレバーの操作なんてこともないしね。そういう演出か。今は時代が進んで全部コンピューターがやってしまうわ。だから昔は責任者が発射ボタンを押してたけど、今はコンピューターが発射信号を出すようになって、責任者はカウントダウン停止のボタンを押すだけになってるね。へえ、そうなんだな。逆によく捉えてる点は上空の噴煙の広がりかな。高度を上げていくと気圧が低くなってロケットの噴煙が横に広がるからね。へえ、よくできてるんだな。では次の質問です。月の地下にはダイヤモンドがあるそうですが本当ですか？はい、質問ありがとねー。月にダイヤモンドか。昔はマグマで覆われてたんだろ？そうね、マグマオーシャンという状態から表面から冷えていき、やがて全体が固まった感じだね。それならありそうなものだけど、どうなんだ？あれは実際に発見されたわけじゃなくて、鉄心と呼ばれる月の地震が伝わるスピードを調べたら、ダイヤモンド由来の観覧岩やエクロジェイトがありそうねってところから、その量から考えると1000兆トンのダイヤモンドがあってもおかしくないねって話よ。ということは、地下深くにありそうってことか。どうせ地下200キロとかそんなところだろ？みたいね。これねえじゃん。地球でも地中深くにもっと多くのダイヤモンドがあるって研究結果が出てるけど、そこまで掘れねえから実際にあるかどうか確かめようがないんだよな。月の表面にあったりしないのかな？月に火山があったならワンチャンあるかもな。そうなの？
ダイヤモンドの仕上げは一気に圧力から解放してやることでな。高温高圧で作られた鉱石がマグマに乗って音速を超えるスピードで駆け上り、火山から噴出することで最後の仕上げとなるわけだ。その条件に合う火山があったなら、火山から出た原石が表面層に転がってるかもしれないな。月のマグマは地球と比べてサラサラしてるから成分の違いとかも関係しそうね。もし月でキンバーライトが見つかったとかあれば期待できそうなんだけどな。本日最後の質問です。スペースシャトルやバージンオービットなどの航空機と宇宙船を兼ねた機体はどこからがヤーボンでどこからが SI になるのでしょうか？はい、質問ありがとねー。設計の話か？そうだと思うわ。どこかで単位が切り替わるなんて聞いたことないけどね。そうなのか？ NASA の場合、原則として単独ミッションはヤーボン、国際協力ミッションはメートル砲という風に決まってるけど、バージンオービットとかはその企業の組織文化によるんじゃない？まあ、アメリカにとってはヤーボンの方がいいんだっけ？そうね、メートル砲を採用すると設計コストが高くなるからね。実際、国際宇宙ステーションは統一されてなくてね。日本とヨーロッパがメートル砲に統一しようと提案したけど、アメリカは設計コストが高くなるのを理由に断固拒否したから。アメリカの部分はヤーボン、日本とヨーロッパのモジュールはメートル砲で作られていて、希望で言うと希望単独のシステムはメートル砲。アメリカのシステムと連携しないといけない部分はヤーボンで設計してるわ。よく間違いとか起きなかったな。めちゃくちゃ気を使ったみたいね。ヤーボンはいち早く滅ぼすべきだな。今日はこんなところですね。まだ宇宙相談の質問って残ってるのか？あと1回か2回分くらい入りますね。とうとう夏休み中に終わらなかったな。まあ最初からわかってたけど、10月頃までやってた前回と比べて成長したからよし。自分で言って恥ずかしくないのか？宝石の方もまだ終わってないくせにそんなこと言えるの？うぐぐ。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルでは、これからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと、新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。あと、感想など気軽にコメントを書き込んでください。それではまた会う日まで。それじゃあな。では、本編では取り上げられない質問を紹介しますね。出たわね。こんばんは、V8 の国アメリカからいつも楽しく見ています。ところで最近 V8 エンジンとアメ車をネタにしてますよね。ハヤブサの時も同じ名前の船や鉄道を解説してたように V8 エンジンも解説してくれるんでしょうか？アメリカに移住する前からアメ車が好きで今はシボレーのカマロに乗っています。エンジンはもちろん V8 6.2L です。首を長くして待っています。ああ、軽い気持ちでネタにしたらガチ勢がやってきた感じだな。いや、ていうかこれ質問じゃなくない？解説してくれるんでしょうかってあったから質問だろ？これはひどい。ハヤブサの時みたいに解説したらいいじゃないか。あれってさ、ある意味1ミリも知らない私が解説してみたってやつよ。ガチ勢がいるんだったらガチ勢が解説したらいいじゃん。軽い気持ちで触った霊夢が悪いんだよ。こういう時こそスピードとパワーで解決したらいいじゃないか。全てを解決するんだろ？くっそ、一体どうすれば？